手のあなたでもきっと好きになる。好きになりますよ。東海ラジオ版大口博士歯科クリニック放送局です、はい、今日はですね、豊田市の久美ちゃんさんという方から質問をいただきました、はい、今年で50歳になります、うん、50歳ですね、はい、矯正治療をしたいのですが、うん、可能でしょうかという質問をいただきました、ね、ただですね、久美ちゃんさん、うん、お口の中で治療した歯が多くあるそうです。はい、ね、はい、では矯正が可能かどうか先生にお伺いしたいと思います。はい、はい、今日もお話ししていただきますのは、はい、骨をドリルで削り取らない痩せた骨でも対応できる大口式インプラントの考案者、岐阜駅前の大口博士歯科クリニック理事長の大口博士先生です。はい、先生お願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、では早速ですね、はい、まあ、治療している歯がたくさんあるというね、はい、虫歯や、まあ、歯周病の治療も関係してくるんですよね。だからもう、うん、とにかくね、うんうん、日本人の特色としてね、はい、ちょっと恥ずかしい話なんだけどね、はい、もう50代になるとね、はい、治療し放題で治療されてるのね。ああ、お口の中がですか、ね、なぜかというとね、はい、予防してないから。あ、予防してない、うん、日本人は予防しないんだよ、うんうん、だからね、もうね、歯医者さん行って歯を治すという言葉があるんだけど、うんうん、治ってない、治ってない、うん、それは修理してるだけね。そうです、健康になってないということね、うんうん、語弊があるといけないので言い返す、はい、言い直すと、はい、治っているのではなくて、はい、修理をしていますということだな、はい、歯医者なんで修復をしているってことですね。そうそうそう、あのもう50ぐらいになるとね、はい、まあ、歯もだいぶ抜けてるけどね、はい、日本人でもう歯もね、結局予防してないから、うん、パカ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 抜けてちゃうんだよな。もう自然に、自然に、多分この人ね、多分ね、はいはい、全部歯ないと思う、ところどころ歯ないと思うんだよね。でもう60ぐらいになるともう本当に6、7本なくなっちゃってね、もう7、80になると、はい、28本中、うん、残ってるのは6本か5本ぐらいだから、22本くらいはなくなってくるってことでしょ。そういうことになりますね。ほとんど歯なくなっちゃってるんだよね、うん、だからそういう、うん、まあ状態で日本人はいるので、はいはい、どうしてもね、うん、高齢者の方にはね、うんうん、矯正しにくいんだよね。そうですね、やっぱりね、うんうんうん、なんかちょっとやっぱ、ね、うんうん、治療しているとっていうことで気になる方が、ね、そうそうそう、で影響話しますね、はい、影響虫歯とか、はい、歯周病があるとどういう影響があるか、はい、どんな影響するか、これは非常に興味のある話ですね、うん、親知らずここに書いてあるね、はい、でこれとちょっとこの画面とこの画面別ですよ、別で、はい、こっちはその6番っていう歯ね、はい、大臼歯で、大体治療してあるとね、うん、根の治療したことが結構多いんだわ。あ、猫の神経の治療したあとね、神経を抜いているってことですか。抜いてると大体抜いてあると、はい、ここに管がかぶってんだよ、こういうふうにね。あ、かぶせ物ですね。かぶせ物はしてあるんだよ、こういうふうに、はいはい、ね、ほんで神経中のここ中ね、うんうん、中の神経の治療もしてあるので、うん、こういうふうな根の神経があるところが、うんうん、治療がしてあるんだよね、こういうとこね。ほう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 、ね、連続で見るとこう白く映るんだけどね、ここね。中にね。そう。はい、で、問題は、うん、ここに、バイ菌が残ってたりして、はい、ここで繁殖して、はい、でこういう混線病巣ができるね。ああ、病気の袋ですか、うん、骨の中にね。骨の中に。でこういうのがあると、うん、矯正をすることによって歯を動かすと、うん、非常にまずい。まずい。ほう。うん、これ出来物のね、このバイ菌の巣があるということはあんまりよろしくないとね、はいはい、どうなってしまうんですか先生。やっぱりこれ矯正していくとね、うん、やっぱりここにあのすごくね悪い影響がある、つまり、歯を動かすことだから。そうですね、で歯を動かすということは要するにあのこの病巣も、うん、だけそこに いなさいよというわけにいかないので。そうですね、一緒にこう刺激受けるんだよね、これはな。あ、ほんとこれもやっぱりね、やっぱりここに破骨細胞とかいろいろ出てきてね、歯を抜くことなんでね、はい、でこの破骨細胞がこの病巣をよりひどくする、はいはい、へー、ひどくなっちゃう、うんうん、そういうこと。それと歯周病、歯周病、例えばここに歯周病あるとね、はい、あと骨がここに壊れるね、こういうふうに。そうですね、骨ここね、これ壊れたからね、うんうんうん、これここに病気、バイ菌の巣がある、はいはい、こういう、それで歯をこう動かすと、はい、まあ6番だからあまり動かない歯なんだけど、固定する歯なんだ。例えばこれ6番じゃなくて、うん、これ7番とか、はい、まあ、そういう歯とするとね、仮定すると、はい、ここに病気があるんでしょ、歯周病、ちょっとね骨も壊れてるよね、うん、で例えばこの歯をこっちに動かすとね、はいはいはい、でここに病気があるもんで、うん、もっと破壊が進むんだよ。だって矯正ってね、動かすことによって、はい、
破壊しながら動かしていくわけだから、もともとこれ破壊の 秒数はここに戦争状態になっているので、はい、うん、ここ刺激を与えるので、はい、ここの秒数と一緒だな、そういうことですね、刺激を与えるので、はい、ますますこれがひどくなって、広がっていくってことですか、火事で燃えていくように燃えちゃって、こう結局骨がなくなってしまうと、あ、でブラブラになってしまう、あ、ブラブラ、そう、支える骨ですもんね、うん、そうそうそう、そういうのは問題だ、だから、はい、今日こういうことがある場合は、うん、歯周病や混線病巣があったり根の治療が不完全な場合は、うんうん、まず根の治療をやり直すね、はいはいはい、ね、で歯周病の治療もきちっとする、はい、こういう病気がなるべくここに、ね、うん、ないようにするということね、うんうん、それともう一つ、はい、親知らず、そうですね、親知らず、親知らずがあると、はい、いくら歯を動かしてもね、うん、上手に動かしても、はい、親知らずってこっちを押すんだよ、押してくるんですか、うん、前生えてこようと、あ、そうそう、生えてまだ押すんで、押し一生懸命押そう押そうしてんだよ歯をね、前、ほうほうほう、だから親知らずがあると、はい、グッ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 歯をこう押すわけで、せっかく並べても、はいはいはい、まだ歯がギュッとこういうふうに創生っていうんだよね、あ、こう重なる、ね、重なっちゃうんだよね、だから親知らずは抜くことね、はは、うん、矯正中か、うん、矯正の最初か、うん、途中でもいいんですけど、うんうんうん、これは取ることね、親知らずは取った方がいい、特に斜めの親知らずはね、でこれは大事、矯正大事だね、でそれを守ってやれば、はい、この50歳のクミちゃんでも、うん、オッケーです。オッケーです。うんうん、で多少の虫歯がある場合は虫歯を治療しといて、はい、そして仮に治療しといて矯正してから、うん、それから やってもいいよね。あ、まあ、完全に綺麗になってから綺麗により治す。次回具体的にお話しますよね。はい、そういうことですね。はい、はいはい、先生ありがとうございました。はい、どうしまして。あなた豊かな人生のためにまずはお口の健康からですね。骨をドリルで削らない大口式インプラント法のほか、独自のホーム矯正法で対応しています。まずはお口の健康からですねの大口博歯科クリニック。毎日健康に関する情報を配信していますので、登録よろしくお願いしますね。